はい、どうも、あくるです。優美類を飼育している皆様、そして、ケージ内でペットを飼育している皆様、こういう経験はございませんか？よし、餌やりをするかな。餌をあげまーす。はい、食べましたね。よし、餌やりも完了したし、コーヒーでも入れに行くかな。入れてこようっと。はい、というようなご経験ありませんでしょうか。実際ね、僕も最近で言うとシリケンイモリを脱走させちゃって、まあ近くにいたんでよかったんですけど、餌やり終わった後に開けっぱなしで、コーヒー入れに行ったということで脱走させちゃったんですよね。良くないですよね、本当に。というような経験があり、扉や蓋の閉め忘れ防止装置というものを制作してみました。実際にそれをこのケージにセッティングしていきたいと思います。扉の開閉を検出するセンサー、ここですね、2つ取り付けました。まあスイッチでもありますけど。はい。取り付けました。そして動作としては、扉が開いて、それを検出して、設定時間経過後にブザーが鳴るというような感じになってます。なんで実際の動作としては、扉が開いて、設定時間経過後にブザーが鳴ると。はい。こんな感じですね。というようになってます。そしてこの扉が開いて、何秒後にブザーを鳴らすかっていうところで、時間調整ができるんですけど、最大で20分。最短で、まあ、1秒とか。なんですけど、そんな感じで設定することができます。そしてブザーの方も、どれだけ鳴らすかというところも、また同じように1秒から20分、最大で20分間鳴らすことができます。なので僕の場合だと、扉を開けて10分から15分。開けっぱなしだったらブザーをまあ1分か2分鳴らすっていうような感じで、はい、使っていこうかなと思ってます。はい、ということで近くで見ていきたいと思います。こんな感じで扉の開閉を検出するセンサーが1、2個それぞれですね、取り付けてあります。これ後付けできるんで、まあ、どんなタイプのケージでも使えるのかなとは思います。そして、まあこれまだ試作なんで、ブレッドボードでまあ並列に入ってて、それが、その開閉の信号がとある基板に入って、この中でタイマーとブザーがあって、まあ鳴ると、検出で鳴るというような感じです。そして電源としては、12V1A のアダプターで駆動させてます。というような感じですね。まだまだ試作で問題点ちょっと見つかったんですよね、いろいろと。まあ、そこをちょっと今からご紹介していきたいと思います。はい、ということで問題点その1なんですけど、このセンサーですね、検出範囲が、やや、なんていうかな、広いということなんですね。広い、まあ表現がちょっと微妙かもしれないんですけど、実際にやってみると、もうこの隙間だけでもイモリって、もう脱走できちゃいますよね。ですが、センサーとしてはまだこれは、扉が開いているっていう風に認識してないんです、これは。なんでタイマーも駆動してないですし、ブザーも鳴りません。っていうことがありまして、まだ検出できてないんですね。ここでやっと検出しました。なんでちょっとブザー鳴ります。という風に、ここでやっと検出するんですね。この幅ってでかいですよね、イモリにとって。余裕で脱走できちゃう。っていうところがあって、これは良くないですね。なんでもっとシビアに決めていかなきゃいけない。なんで、まあこのレベルで検出できるようなセンサーに変えなきゃいけないなっていうところはあります。なんで、光電あんま使いたくないんですけど、目に入るとかであんま良くないんですけど、あとは近接とかですね。で、2点目。このセンサーは磁石を使って接点を入れたり、スイッチを入ったり切ったりしてるんですが、磁石ということで、これを近くに寄せてしまって、相互に、まあ、干渉しちゃってて、誤検出をするっていうところですね。最初この近く、ここに集約したんですね、ちっちゃく。ですけど、誤検出しちゃって、ちょっと動作がおかしいということになってしまう。だから、ちょっとここ隙間開けてるんですね。離してるっていう状態です。というような感じで、まあちょっと課題はありますけど、まだ試作段階なんで、まあいいかなと思ってます。まああとは、今後もまあこれにいろんな機能を追加できたらなと思っております。はい。ではまずこれですね。このタイプ。上に引っ張って開けるようなタイプ。ギロチンタイプです。これ、ちょっと蓋の開閉方法を作り変えようと思ってるんですが、まだこの状態です。後付けするんですが、ここでいっか。ここと、ここですね。こんな感じで後付け可能です。で、動作とすると開いて検出して鳴るというような感じですね。他でもこういうスライドのタイプの蓋ですね。これでもこことここで貼り付けてこれを検出できるというような感じになってます。こちらのエキゾテラの方でもここですね、もう同じ要領で観音開きなんで取り付けたら検出できるというような感じになってます。はい、というわけで今回は蓋や扉の閉め忘れ防止装置の製作ということで試作の方をご紹介させていただきました。もっといい感じになるかな、少々不安なんですが、ちょっと完成品まで持っていきたいなと思ってるんで、今後も制作進めていきたいと思ってます。はい、という感じでこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。